公式ホームページをご覧の皆様、こんにちは。小松田秀作役の木山龍です。どうですか、ね、私的には一応小松田という立場で ね、 そうですね、やらせていただくんですけど、勝てそうですか5年生対6年生僕はもう小松田さんにも負けないように頑張りたい。僕にも負けない。負けないよ。何なんだよ。一番心配だよ。負けない負けない。秘策はですね、もうこれはあれですよ。あの楽屋で、あの立花役のケンちゃんと千代役のカズくんに事前に大喜利大会を楽屋でしておくんです。そうするととても落ち込みます。楽屋で。具体的な、はい、と舞台上はげんなりします。精神攻撃ですね、はい、なので勝てます。そういう感じでやっていこうかなと毎公演思います。14段まさかの5年生側にあのキービジュアルでは立たせていただいてるんですけども、まあ本編ではどんな風に5年生と関わっていくのか、まあ、これをきっかけにね、小松さんもしかしたら5年生になっちゃうかもしれないですから、ちょっとこれをね、勘弁してください。楽しみにね、ちょっと今回は頑張りたいと思いますけども、仲良くみんなで頑張りたいと思います。ミュージカル忍たま乱太郎第14弾初演東京公演は2024年5月17日より東京ドームシティシアタージーロストにて、愛知公演は6月8日より愛知県幸田町民会館にて上演予定です。力合わせて素敵な14段にしたいと思います。頑張ります。